財務大臣に留任することになりました野田佳彦でございます。どうぞよろしくお願いいたします。私はまずは昨年副大臣の時に手掛けました平成22年度の予算の着実な執行、これがまず第一の仕事だと思います。加えて政権交代後本格的な編成になりますけれども、平成23年度の予算編成、特別枠などを活用しながら新成長戦略が本格実施できるような、そういう予算となるように全力を尽くしていきたいというふうに思います。それから平成23年度の税制改正については、各省の副大臣、政務官が固まった後に、速やかに政府税調を立ち上げまして、しっかりと議論を進めていきたいというふうに思います。それからもう一つは、やっぱり足元の経済情勢、やっぱり一番不安なのは、デフレが進行している中で、このような厳しい経済情勢の中で、円高が長期化をするということ、進行をするということだというふうに思っております。すでに介入は実施しましたけれども、これからもマーケットを注意深く見つめながら、必要なときには断固たる措置を取るという基本姿勢を堅持をしていきたいと思います。私の方からは以上でございます。はい、ご質問どうぞ。はい。加えて先ほど総理の会見の中 で、 です、ね、消費税に関する質問に対してお答えとしてです、ね、社会保障と財源確保を一体の議論として、与野党協議の可能性という必要性についても総理はお触れになられました。この点について仮に与野党協議という場になった場合にです、ね、財務大臣としてどのようなコミットをしていくお考えか、以上2点です。まず前段の方ですけれども、平成22年度の税制改正大綱にも書かれているように、消費課税、法人課税、資産課税、所得課税、これらについてはそれぞれしっかり見直しをしていくと、そのスタンスで臨んでいきたいというふうに思っております。で、加えてこれ与野党協議の話でありましたけれども、総理はよく社会保障の議論と一体としてその財政の話をしていくということでございます。当然さっき申し上げたように政府税調の中での議論、あるいは党の中でも税制改正の PT ができておりますので、この党の議論も踏まえながら、できればこれはオープンに与野党で協議できるようになったときには、当然これは避けて通れないテーマだと思いますので、そういうチャンスがあれば、ぜひそれは実現をしていきたいというふうに思います。はい。総理の私、会見も見てましたけれども、ある段階からという表現をされていました。である段階からという表現は、これからまさに経済予備費を使って、9150億円の経済対策を講じます、その効果なども見ながら、次の経済対策のステップ2ですね、補正予算ステップ2だと思いますが、そのステップ2に入るその必要性、あるいは内容等については、野党とも、もちろん与党との協議は大事だと思いますけれども、野党ともしっかり協議をしながら、その道筋を見定めていくと、そういう趣旨のご発言だったように解釈をしています。はい、どうぞ。はい、現在、日本では為替介入をやっておりますけれども、この日本 の、 そのデフレとその円高進行というです、ね、立場を国際的に理解してもらう上でもですね、来月に開かれますその G7 や G20 の中 で、 です、ね、この為替の問題について日本として打ち合いというお考えは現時点ではおありになりますか。あります。こういった形でこちらの日本の方からやっぱり議題として取り上げてもらうよう要請していくというのは、まずはやっぱりやったことの説明というのは大事だと思います。で、そのやったことに対する国際社会の理解を得ることが大事だと思います。よろしくございますか。はい、それではこれで野田大臣の記者会見を終わらせていただきます。ありがとうございました。